アイテム番号 SCP-346JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-346JP の生態は生物サイト8102に存在する対衝撃性収容室に10体確保されており、それぞれ別のケージで飼育されています。この収容室内には窓や照明等は一切設置されません。ケージは対衝撃アクリルで作られ、内部が密閉状態になるように設計されています。ケージ内には自動供給システムによる養分を含ませた水が1週間に1度、SCP-346JP の生存に必要とされる分だけ提供されます。実験目的以外で生成された分泌液は爆発物取扱プロトコル。陸に従い廃棄してください。卵塊が存在している場合、酸性の物質に触れさせないように十分に注意を払い、乾燥の交渉却処分を行ってください。野生の SCP-346JP 生態及び幼体を発見した場合、まず報告を行ってください。その後危害を加えぬように、かつ SCP-346JP の身体を重ね合わせずに確保し、殺処分してください。この時火器を用いて殺処分してはなりません。説明 SCP-346JP は縦 25mm。直径 75mm の腕に似た外見を持つ雌雄同体の陸生生物です。腕部の質感や触感はヒノキに酷似していますが、実際にはキチン質を主成分とした化合物の殻からなっています。この化合物は 37mm のアクリル板程度の弾性、高度であると試験により確認されています。SCP-346JP の腕部内側には体液の分泌器官と産卵器官が複数存在しており、通常時は分泌液のみで満たされています。分泌液は日本の家庭料理である味噌汁によく似た見た目と香りをしていますが、その成分内には未知の推進剤が含まれています。また、この分泌液には生物の胃の調子を整える効果があります。腕部底面には8対の 1.8mm の長さの足が存在します。この足は土や動物の死骸等に刺して自身を固定することと、水分中の栄養分を吸収することに特化しており、移動に用いることはありません。脱出。逃走行動時以外は SCP-346JP は自力で移動することはなく、交尾を自力で行うこともできません。この2つのことから、SCP-346JP は知的生命体によって自身を運ばさせ、生殖活動を行わせることを前提として進化したと推測されます。SCP-346JP は分泌液を捨てられた後に他の個体へ自らの身体を重ね合わせられることによって交尾を行います。30分ほどで交尾は終了し、SCP-346JP は両個体とも分泌液に加え卵塊を生産します。卵塊は四角く切られた豆腐に味、外見どもによく似ています。また、この時に排出される分泌液は卵塊や幼体のための栄養分を多量に含んでいます。味は通常時のものより微味であり、B クラスによる試食の結果、懐かしい味、や、お袋の味、等と形容されました。SCP-346JP の卵塊は自然に孵化することはなく、酸性の物体に触れることによって、初めて孵化を始めます。孵化時には平均して30匹ほどの幼体が生まれます。この段階では体長7、8mm で殻は柔らかく、白色をしています。幼体は酸性に対する強靭な耐性を所持しているため、溶かされることはありません。生体になった SCP-346JP は分泌液を生成、足を用いて点火します。推進速度は約 5.3m/s です。この行動は生物の胃の中で成長した際、胃内部から脱出するための本能的な行動であると思われますが、生物の胃内以外でもこの行動は行われます。推進終了後、SCP-346JP は着地点へ可能ならば足を突き刺し、自らの身体を固定します。これまでの実験では胃と腹を突き破り脱出したものが12件、
食道を通り口から脱出したものが9件、肛門を通り脱出するものが3件発生しています。SCP-346-JP 実験記録一覧。閉じる、実験記録 346-JP。01、日付、年、月、日、対象 D クラス職員1名、実施方法 D クラス職員に SCP-364-JP の分泌液を飲ませ、その後1週間経過観察を行う。結果 D クラス職員は胃の調子が良くなったようだ、と証言した。身体や精神に異常はなし。実験記録 346JP、02、日付、年、月、日、対象 D クラス職員1名、実施方法 D クラス職員に SCP-346JP の分泌液トランカイを食べさせ、その後1週間経過観察を行う。結果食してからおよそ1時間後、卵塊から SCP-346JP の孵化を確認。幼体は1日に5ミリメートルほど成長しており、徐々に腕に近い質感と色彩に変化していった。経過観察終了後、B クラス職員の胃内部から成長途中の SCP-346JP を摘出。分泌液につけて保管したところ、1週間で成体まで成長した。その際、底面部からの推進剤の生成、添加を行い髪型向こうに推進した様子が記録されている。実験記録 346JP、04、日付、年、月、日、対象 D クラス職員1名、実施方法 D クラス職員に SCP-346JP の卵塊を食べさせ、その後1週間経過観察を行う。結果孵化時間や成長速度、推進剤の推進速度の低下が現れたこと以外は実験記録 346JP、02と同様であった。分析本実験結果に加え、実験記録 346JP、01の結果も加味して考えると、分泌液は卵塊の成長に必須のものではなく、単に成長を促進させるためのものであると推測される。実験記録 346JP、08、日付、年、月、日、対象 SCP-346JP 卵塊4個、実施方法卵塊をそれぞれ塩酸、硫酸、硝酸、黄水につけ、観察を行う。結果4個の卵塊は特に溶ける様子を見せなかった。実験開始から1時間後、問題なく孵化。合計97匹の幼体が生まれた。この幼体も溶ける様子を見せなかった。1週間後に全ての個体が死亡。分析幼体は酸性のものを栄養分として吸収できず、また栄養なしでも1週間は生き延びれることが判明した。生態はどうなのだろうか？実験記録 346JP、09、日付、年、月、日、対象 SCP-346JP 4体、実施方法対象をそれぞれ対象劇用機内の塩酸、硫酸、硝酸、黄水につけ、観察を行う。結果対象は特に溶ける様子を見せなかった。24時間経過後、各個体は推進剤を生成、添加することにより容器内から脱走を試みたが、想定済みの事態であったため何ら問題はなかった。1週間後に全ての個体が死亡。分析生態も酸性のものを栄養分として吸収できないことが判明した。SCP-346JP は単に酸性に対する強靭な耐性を持つだけらしい。推進剤による逃走は自らの生命の危機や危害を加えられそうになった時のみ行うものと思われる。ほい。SCP-346JP は千葉県、市、村の古い木造建築物の取り壊し時に発見されました。発見時は SCP-346JP が成長するのに適した環境に置かれており、体もの SCP-346JP が存在していました。周辺には人骨と動物の骨が散乱し、壁には SCP-346JP の逃走行動によると推測される焦げ跡、天井には丸く凹んだ跡が残されていました。財団エージェントによる回収時、
その場にいたすべての SCP-346-JP が分泌液に点火し、逃走行動を開始しました。結果として財団エージェントは過小、打撲、脳震盪等の被害を受けました。また、回収の際に以下のような劣化した木製タグが発見されました。劣化により解読不可能。I-039-Y12。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。